はい、水戸駅ご通行中の皆様、こんにちは。大きな声でお騒がせしております。日本改革党靴沢と申します。昨日の夕方ですね、岸田総理がですね、記者会見いたしまして、まあ、防衛のために増税したい、ご理解をみたいな記者会見やっておりましたけれども、防衛するごとに私はいささかも反対はありません。今の防衛費は少なすぎる、自衛隊の皆様などは、軍手はですね、靴下なんかを自腹で調達して穴の開いたものを使っている、そんなようなかわいそうな現実も聞いております。さらにはですね、自衛隊員の給料が安いがために2割程度定員割れしている、人が集まらない、そういう現実も聞いております。兵は国の大事とは2000年以上前から言われていることでありまして、国家あっての自由、国家あっての生命、国家あっての経済であることはですね、国家をなくしたウイグルやチベットの人たちが今どんな目に遭っているかを見れば一目瞭然であります。私は防衛費の倍増に大賛成であります。ただですね、それのために金が足りないから増税しますというのには反対いたします。というのは、今までの支出の見直しを全くやってないからですね。去年の日本の税収は約69億円、そして支出が約100兆円、毎年毎年30兆円ばかり足りないところを国債で補うという財政を繰り返してきましたけれども、そもそもはですね、赤字体質のこの税収、金が足りないから税率上げます、それは一番簡単なバカでもできることであります。今現在100兆円支出しているこの財政の見直しを行わないで安易に増税しようとしているから反対しているのであります。私が一番削るべきと考えているのは、何の役に立っているか全然わからない男女共同参画予算、これはっきり言いまして、女性も男並みに働かせるためにわざわざ金を出して便宜を図る、こういうどうにも役にも立たない予算10兆円、これを削るべきだと考えております。20代の女性の約半分が実は専業主婦になりたい、こういう希望を持っていると調査結果で出ております。国や政府は女性が輝ける社会をなんて言っていますけれども、半分の女性が専業主婦になりたいと言ってるんですから、全く余計なお世話であります。これのためにですね、使われている男女共同参画費用10兆円、こんなの削ってですね、防衛費に回せば増税などしなくて済むのであります。さらにはですね、日本はすでに超重税国家であるというのは皆様ご存知でしたでしょうか。税収は70億円弱ですけれども、その他に実質税金の健康保険料、年金、それらを含めますと実質税率は実に 48.1%、 48.1%、
半分取られてるんですよ、政府に。大体ですね、国保と年金と予算、一般会計合わせた金額が280兆円ぐらいと言われております。日本の GDP は550兆円ぐらいですから、やはり半分が公のものになっている。実質税負担率は 48.1%、 すでに半分取られている重税国家、それが日本なのであります。私が20代の頃の30年前はこれが 36% ぐらいでありました。実に 10% ぐらい、ちょうど消費税分ぐらい実質税負担率が上がっております。こんな重税国家では我々おっさんたちが若者に希望を持って結婚してもらおう、子供産んでもらおうなんて言えますでしょうか。我々おっさんたちの時代は3分の1が税負担になりました。今の若者は税負担が所得の半分であります。おっさんたちが頑張ってですね、この実質税負担率を少しでも下げないと若者に希望を持ってもらえる日本になりません。ですので私は防衛予算倍増には大賛成ですけれども、増税には大反対いたします。今まで積み残して買うだけ買って読まずに積んでいる本、これをですね、読まないまま借金して新しい本を買うと、今の政府がやってるのはこういうことであります。今まで積み上げてきた読まない本、これが今の税金の支出の見直しであります。これを一切やらずにですね、今支出している余計な出費は固定して防衛予算増やすからさあ増税だ、こういうバカなことやってるから気に食わないんですよ。岸田総理が昨日の夕方記者会見してご理解をなんて言っておりましたけれども、とても理解できるものではありません。というわけで日本改革党は若者が重税に苦しまないために減税を訴えさせていただきます。ついでに防衛予算も倍増すると、代わりは男女共同参画費、外国人生活保護、留学生超優遇、ここら辺をなくせばすぐに10兆円ぐらい出てまいります。政府はこの不都合な真実を口が下げても言いません。増税したくてたまらない、その姿勢をよくわからないで放置していた結果が実質税率 48% であります。北欧よりも多いんですよ今。ノルウェーやスウェーデン、ここら辺は昔は重税で大変だな言っておりましたけれども、今や日本の方が高いのであります。1位のドイツは 51% ぐらいで、日本が2位の 48% 重税国家となっております。ドイツはいいんですよ。ドイツはEU に入ってユーロという通貨を使ってズルしてますから、そのぐらいの負担には耐えられるんですよ。普通はですね、ドイツが儲かってくると丸く高となってですね、だんだん儲かんなくなってくるのが普通なんですけれども、ドイツはユーロを使い続けることでずっと通貨安、自分の実力以上の通貨安を謳歌しております。日本で言うならばずっと強制的に円安に固定している、輸出産業は儲かってしょうがない、このような状態になっております。実質ですね、
ユーロや EU でズルしてるドイツを抜くと実質税負担率世界一なのは日本であります。若者のためにおっさんたちが頑張って減税を訴えさせて訴え続けていかないといけないと思います。ご中高中の皆様、私、石井健一郎と申します。この度水戸支部長を拝命いたしました。今後日本改革党をしていきますので、皆様もぜひご協力いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。